退役したドフ TF-100 回スーパーセーバードフオータムウィンター101デンマーク空軍は本土防衛と国土安全保障のためにデンマークが保有する空軍である。デンマーク軍による航空機の運用は1911年12月14日に海軍航空隊、1912年7月2日に陸軍航空隊が新編されたことから始まる。 第二次世界大戦中の1940年、ナチスドイツ軍の侵攻によりデンマークは占領され、1945年の解放まで国内ではすべての軍事航空が禁止され、ドイツ空軍のみがデンマーク国内の空軍基地を建設、拡張していた。第二次世界大戦後、デンマーク陸軍航空隊及び海軍航空隊はスピットファイア戦闘機を運用していた。 これらの航空隊は1950年10月1日の組織再編により統合され、デンマーク空軍として独立する。スピットファイアは1956年まで運用され、1960年代からは、海 -104G 戦闘機や海 -100 海戦闘機が運用された。1970年から1992年にかけては、 サーブ35ドラケン戦闘機が配備され、1980年からは、カナ1百4 g の後継機として、カス -16 戦闘機を導入している。なお、2002年には、カス -16 の後継として、カ三 -35A 戦闘機の採用を決定し、カ三 -35A は、最大48機まで導入する計画である。また、 1973年に購入した C-130H 輸送機を更新するため2004年から C-130J 輸送機の調達を開始。2005年には修正プログラムに基づく回 -16 戦闘機の回収が完了する。修正プログラムは1995年から開始されており、新型コンピュータや多機能ディスプレイ他各種航空電子機材を 導入している。冷戦終結後、1999年に大幅な組織改編を行い、平和維持活動などの国外派遣に適した組織に再編されている。そのため、2002年10月18日からアフガニスタンでの普及の自由作戦にオランダ空軍とノルウェー空軍と共同で地上部隊支援を実施するためキルギスのマナス空軍基地に派遣されている。 その後、2004年には、北、大西洋条約機構による、バルト3国の領空警備の一環として、バルト3国への派遣や、2011年3月の、リビア飛行禁止空域での活動とその後の、軍事介入に参加している。2011年1月からは、デンマーク海軍より、海軍航空隊、関西ヘリコプター部隊が移管され、第723飛行隊となり、 海軍の関西ヘリコプターは空軍が運用する形となった。2009年時点で現役兵装員約3500人、内調集兵は約140人で、文民職員が約110人。パイロットの平均飛行時間は165時間、年。オールボーカーロープスクリューズストロップ、空軍主管学校ボーンホルムロスキレ、スカーゲンデンマーク空軍基地。 ハンゲルルスワークノードデンマーク空軍基地、ありがとうございます。